ほうの動画はジェイコブをめちゃくちゃ高いホテルに連れてくれた。ジーザス。オーション。自分で何をしてるかわからないぐらい。場所は沖縄県宜野湾市にあるホテル、沖縄プリンスホテルオーシャンビュー宜野湾。どこに連れて行くかわかりますか？ホテル。ちなみにジェイコブにはホテルに行く以外何も伝えておりません。Excited?そんな混乱するジェイコブを横目に車を走らせていると、なぜかどんどん住宅街の奥へ。わかんない。You booked this place, but you've never seen it before? No, never. そして、It is absolutely cloudy. そして、次の瞬間。Oh my God. これだ。これ。目の前の高級そうな外観のホテルにただただ圧倒される2人。あ、違うんだ。チケットゲットするのかと思った。Jeez, this is a really, yeah.沖縄プリンスホテルオーシャンビュー宜野湾は2022年の4月12日に開業したプリンスホテル初の沖縄店舗となります。すみません、はい、リザベーションもしてるんですけど、はい、月夜様、はい、月夜様あのクラブフロアでご予約いただいてますので、はいはい、ラウンジの方で確認させていただきます。あ、わかりました。予約した際、クラブ利用込みのオプションを選択していたらしく、別の部屋へ通されることに。ベビさん、この辺。スタッフの方に連れて行かれた場所は、なんとこのホテルの最上階にあるラウンジ。あ、はい。あ、ありがとうございます。ハイエン。ありがとうございます。はい。自分が何をしてるかわからないぐらい。場違いのセグでしょ。Just a one night stay cost.The most important thing about it is that only 12 members can use that pool right there. どうでしょうか? Wow, I'm not in the right tax bracket. クラブフロアを利用するお客様限定の最上階ラウンジは海かじ、沖縄の方言で海の風といい、このように天気が良ければ東シナ海を一望できるようになっております。かなりね、天空の城ラプタ感、天空の城ラプタ感がラプタ感が出てるんじゃないかなと思います。Please help yourself to the alcohol. What?私聞いてみるね。ちなみにラウンジにある食べ物、飲み物、アルコールは全て無料。ラウンジあるあるなのかもしれませんが、私たち庶民には驚きです。見てください、この顔。無料ってだけでこの笑みです。At my desk, and now all of a sudden we're just here drinking cocktails. 全部無料です。ここにある。How do you drink? I don't know. She said there's a bartender. You have a beer too. Unlimited. Yeah, but if the drinks are free, it doesn't really make sense to eat it, right? あ、これ時間経ってます。わかりました。ありがとうございます。Do you want to get a coke or something? Sure. Do you? Mm. Yeah. I know. 5時まで時間があるということで、一旦部屋に行き、水着等の準備をすることに。そしてついに平日5万9000円の部屋がこちら。入りました。ここがトイレか。ここがシンク。そしてバスルームに沖縄の伝統的な模様が施されたバスローブ付き。うわ、ガンじゃないです。Oh, wow. This is fucking
I know. そしてダブルのサイズのベッドが2つにちょっとしたリビングスペース。窓からは東シナ海が一望できます。I mean, ネスプレッソあんのマジで神だなと思った。わあ。お風呂場とトイレはスライドで隠すこともできます。What? This interior design is like the nicest hotel we ever been to, no? Yeah, no, I think in my life, probably. In your life. We should totally push these beds together. So tonight we just have like a king size bed. Oh, できる。すげえ大きい。Check that out. That's cool. さあ。見て。Look at the view.Can you go outside? Yeah, yeah. Wow. It's some very typhoon, Taihi Saku. Typhoon, type kind of door. Wow. Damn. Door. Is that the main pool down there? Ah, so, so, so. From 5 to 6 to 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 5Look, it's so cool. It is cool. What's in here? It's like it falls into the ocean. プールに入るには若干寒かったので、結局10分ぐらいしか使用せず、ジャグジーに移動しました。ラウンジを利用するお客様には軽い夕食がついてくるとは知らず、夕食は予約を入れていたホテルの1階にあるレストラン、ジノンで取ることになりました。ありがとうございます。私たちが行った9月29日は、秋の味覚フェアというのが行われていて、秋の素材を生かした料理を堪能することができました。I knew it was going to be real fair. 本当? When you were drunk last night, you tried to feel something, and you said, but, and then you were done with that, and now you want to.ここからはただひたすら酒飲み貧乏症夫婦の宴会になります。ありがとうございます。This is the sixth drink I've had. Wow. I think we're getting a money worth by drinking so many cocktails. Of course. No. I mean, like, if you imagine each one of these costs like what? 65? Oh yeah, yeah, okay. Duh. Do I look like I just started? You don't look like you just started. Last cocktail of the day. ありがとうございます。バーが閉まったのが10時。私たちの夜はかなり早い段階で終了です。いい天気じゃん。そうそうそう。これですよ。ベベ見て。This is it. I know.It's beautiful. I know. This is Okinawa summer, this year. これが皆さんに見せたかった沖縄の青い海と青い空です。How beautiful is that? 二日酔いです。二日酔いしてる? We are definitely both 二日酔いしてる。So I don't feel so. え、こうじゃん。皆さん、だから髪洗っていこうと思うんですけど、ホテルのシャンプーっていい時はめっちゃいいけど、悪い時めちゃくちゃきしむじゃないですか。だからちょっと今日は頬骨のシャンプーを持ってきました。これ使い始めて1ヶ月になるってもうほぼないんですけど、で仕事してて旦那さんもいてって言うと本当に時間ないんですよね。髪乾かす時間めんどくさいし、シャンプー、ミートメントとかってほんとめんどくさくて、で、ここでのシャンプーはトリートメント、スカルプケア、シャンプーって全部入ってて、で、髪がめちゃくちゃしっとりするんですよ。だそういうのも考えると時短にもなるし、このしっとりの仕方もね、なんか結構すごくて、こういう風にグレーで、泥で洗うので、泡は溶かないんですけど、頭皮の汚れとか匂いの原因に吸着して綺麗に落としてくれるので、かなりねすっきりした感覚になります。アメリカのシャンプー市場すごい発展してて、2019年頃からアメリカではクリーンビューティーという言葉が注目を持ち始め、コスメ、シャンプーも含め原材料が見直され始めました。私の場合ソーフェ、パラベン、シリコンなどが入ってないシャンプーを探していたので、なんていうの、
一つになります。ちょっと3本置きたいと思います。アメニティで可愛いのがあったんで入れてみたいと思います。髪を乾かしていきます。ここのシャンプーがアールグレーの香りなんですけど、私的にはねど真ん中ストライクで乾かしながらね嗅げるのが最高です。シャンプーしかしてないのにこんな綺麗な仕上がりになります。そして今から朝食に向かいます。ドアを開けてみたら あ、いい匂い。この皿わかる。いい匂いじゃない。皿が大根。入れる。海かじの朝食メニューはアメリカンスタイルで、定番のスクランブルエッグやベーコンの他にもちょっとした日本食だったりとかシリアルなど結構種類が豊富でした。ぬいよね。朝ごはんも美味しかったです。ありがとうバデイ。どうでしたか？楽しかったよ。意外にいいところだったね。いや、サービスもめちゃくちゃ良かったね。うん、木製のあれだったね。帰ってきました。すっぴんで大変申し訳ないんですが、すごい楽しいバケーションになりました。ジェイクもすごく喜んでくれてて、最後にスポンサーのココネさんから見てくれてる皆さんにプレゼントがございます。概要欄にリンクが貼ってありますので、そこのリンクから購入すると通常価格3780円がさらに今は300円のクーポンもついているので1680円で購入することもできますので、興味がある方はこの機会にぜひココネのシャンプー使ってみてください。特に30代以上の方はかなりベネフィットになるんじゃないかなと思います。